2015エクサムカップ前編を見ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、安田記念、まず先週バンセルで20丸本命的中ということで、見事おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、バンセンヌもですね、注目馬として挙げていましたが、そうですね、特徴の馬ですね。はい、まあ、5番人気でしたかね。あ、これが3番人気ですね。あ、3番人気ですか。はい、最終的にそこまで下がったんですね。はい、まあこれでですね、東京競馬場で行われてきました G1 オークス、ダービー、安田記念と3週連続的中というふうなことで、はい、今週また引き続き重賞を当てていくとなったときにですね、まあ、オークス、エプソムカップとマーメイドステークスですよね。そうですね、はい、はい、まあ、どちらかということで考えたんですけど、まあ、エプソムカップ、まあ、東京、的中ついてますので、こちらの方を選択してですね、また今週も的中をお届けしたいと思っていました。はい、ではぜひ今週4週連続ということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、では今週のエプソムカップなのですけれども、出走予定馬が、決まっております。予定馬ですね、登録馬が決まっております。まずですね、7戦6勝栄新光、これ前走オープン特別勝ちですね。そして同じくオープン特別勝ち、里のアラジン、さらには昨年の勝ち馬のディサイファー、そして今年に入ってから重賞安定して走っているフルーキーですね。こういったところが出走を予定しています。今回のこのエプソムカップなのですが、安田記念の後ということになりまして、どうでしょう、谷間の重賞みたいなイメージなんですが、いかがでしょうか。はい、まあ、今ありました安田記念の次の週ということで、まあ、谷間というかですね、はい、まあ、安田記念に出走させるのか、それともエプソムカップに出走させるのかと、距離が結局 200m しか違いませんので。そうですね、はい、やはりそこはあの陣営の意図というものをこう、まあ、見ていかなきゃいけないのかなと思いますね。特に私がちょっと先週、まあ、本命バンセンヌで的中はしたんですが、はい、まあ、3着にクラレント入りましたよね。あ、そうですね、クラレントが、はい、クラレントを印回すことちょっとできなかったんですけども、これはまあエプソムカップが1008で、クラレントは結局こっちに行ってきてもおかしくないような馬ですから、はい、まあ、エプソムカップの1008という適性がある方を選ばずにですね、まあ、安田記念をまあ出走させてきたということで、これやはり印回さなければいけなかったなと思って、ちょっとクラレントに関しては反省してるんですよ。なるほど、確かに一昨年2013年にクラレント1着になってますからね。そういうことなんですよね、はい、まあ、そういったことを考えてですね、まあ、やった記念ではなく、まあ、こちらのエプソムカップの方をですね、狙ってきたというようなところ、またそういったこう陣営の意図というのを把握するのは、非常にこのレースを読む上で、大事な材料だと思うんですよね。なるほど、そうですね、やはりまあ本来であれば G1 使いたいところをあえて G3 に持ってくるというような陣営の選択が一つの判断材料になってくるということですね。そういうことですね。特に、まあ、例年であれば安田記念除外されてエプソムカップに回るというような馬も多い中で、はい、まあ、今年に関してはですね、17頭ということで、まあ、枠もあったわけですし、もっとこう、まあ、出走できないにしても登録するというふうなことはできたと思いますから、はい、登録の段階でね、18頭ぐらいしかいなかったと思いますので。そうですね、はい、まあ、基本この今回エプソムカップに出してきているメンバーはエプソムカップをまあ狙ったと言いますか、まあ、安田記念ではなくこちらのエプソムカップの方というようなまあ考えで来ていると思いますので、まあ、残念ながら、本命寄りと言いますか、そういったこう狙いすましたというような流れにはなってしまっているのかなと思います、今年は。なるほど、そうすると、まあ、大きな穴を期待するというよりかは、まあ、確実に狙ってきた馬をピンポイントで、まあ、取り上げるといったことが必要になってくるということでしょうか。そうですね、はい、そういう形で的中させたいと思ってました。まあ、冒頭で話ありました栄新光と里の、なんちゃっけ、里のアラジンですね、はいはい、この2頭がやはり人気の中心になると思うんですけれども、やはりこの4歳馬の2頭ですよね。そうですね、明け4歳ですね、はい、まあ、去年はですね、4歳馬3着以内に入らなかったんですが、やはりこの4歳馬がですね、非常にこのレース活躍するレースですから。そうですね、その前の4年間は、続けて4歳馬が全て勝ち上がってるんですね。そうなんですよ、まあ、2着に来たのも多いですし、あ、まあ、2013年に関しては3頭とも4歳馬ということで、非常にこう4歳馬が強いレースなんですよね。これは数字の数合わせで言ってるのではなく、はい、まあ、この時期3歳と小馬の馬たちの、まあ、その成長という意味で見たときに、やはり私いつも言いますけども、4歳の秋というのは競走馬がピークですから、はい、はい、大体その競走馬
のピークに向けるその4歳の秋、そのコバと4歳馬の力関係の入れ替わりといいますか、成長度合いに、もしくはその衰えていくというようなその境目の時期にちょうどこのですね、夏場に向けて入ってきてると思うんですよ。なるほど。そうするとやはり4歳馬が一番こう好調期を迎える時期にコバと対戦をしていくということになるわけですね。まあ、好調期というかですね、その成長期っていうことですよね。はい、秋のその競走馬の4歳秋のピークに向けて、やはりこう一段とですね、成長力がこう増して、競走馬としての完成の域に向かいつつあるような時期ですから、はいはい、そういった時に、まあ、金魚面も含めまして、小馬との力関係が崩れてきて4歳馬がこう有利になっていくような時期に入ってきてますので、まあ、そういったことからこのエプソムカップは非常にこう4歳馬が優勢になっているというような見方でいいと思いますし、はい、まあ、今回出てきているこの栄進光、里奈良人の2頭というのもまさにそういった成長期、これからというような時期を迎えている4歳馬に該当していますよね。そうですね、はい、まあ、そういったことからですね、まあ、4歳馬が優勢という、まあ、今回今年残念ながら人気馬ということになりますから、はい、まあ、そういった意味では残念なんですけども、やはりこの馬たちは安易に消すということはできないと思いますよ。なるほど。そうするとあとはその4歳馬以外で何かポイントになるところはありますか？はい、あとはですね、まあ、6月に入ってこれから夏場ローカルのシーズンにこう入っていきますよね。そうですね、はい、まあ、そういった中でこのエプソムカップがどういった位置づけなのかっていうことになると思うんですけれども、まあ、結局このエプソムカップを叩いて次夏場のローカルの中距離の重賞路線に行くというような馬もいるでしょうし、はい、またこのいろいろ春のレースから使われてできながらですね、このエプソムカップを迎えたという馬もいるでしょうし、はい、まあ、どちらの馬にターゲットを絞っていくかということになるんですが、まあ、これに関してはその後者の方ですよね。使われてきてこのエプソムカップを使うというような馬の方が優先になっているデータが出ていますね。あ、そうなんですね。はい、ですからその、まあ、ローカルの重賞に向けてひとたたきというような意味合いでエプソムカップを使っている馬に関しては非常に割引く必要があると思いますし、はい、まあ、この今年エプソムカップ6月の14日に行われるんですが、この後のローカルの重賞はですね、7月の12日これは福島で七夕賞、福島の 2000m、はい、でその次の週に7月の19日函館記念、これ函館競馬場で芝 2000m ということですから、はい、まあ、やはりそういったですね、ローカルの中距離の重賞を視野に入れてエプソムカップを使ってきているような馬、そういったところの陣営の、うん、判断の、ところをですね、こちらの方で見極めていけばですね、かなりこう見えてくるんじゃないですかね。なるほど。そうするとやはり春シーズンとしてもきちんと使われている馬というのがやはりいい成績を収めるということなんですね。そうですね、使われながらこのエプソムカップに照準を絞ってきたこの東京1008が得意な馬というところを狙っていきたいと思うんですよ。なるほど。そうすると同じ1008というレースを考えますと、例えばその毎日王冠が秋の、初戦に東京競馬場で行われます。この何かやはり関連性といったものも出てくるのでしょうか？あ、これはあの今いい話出ましたね。非常にあの東京の1008っていうのはですね、リピーター色が強いレースですから、はい、まあ、いろいろこうリピーター色が強いレース、それともリピーター色が弱いレース、いろいろあるんですけども、この東京の1008はですね、非常にリピーター色が強いレースだと思って、置いてもらって結構だと思います。なるほど。ということは同じコースで同じ馬が連続で構想する可能性が出てくるということですね。はい、まあ、例えば中山の 2000m 冬にあって、で春の中山の 2000m、 これまたあのいろんな馬場の状況ですとか、同じ中山2000でもまたこう傾向が異なるとか、リピーター色が出ないっていろいろあるんですけれども、まあ、先ほど出ました毎日王冠東京の芝1008、これ秋の第1週目、開幕1週目ですし、はい、まあ、このエプソムカップは6月の東京の後半、あと残り2週のところの東京1008ですから、基本的にそのリンクしないというふうに思われると思うんですけれども、そうですね、はい、しかしながらですね、この東京の1008は時期ですとか馬場ですとか、あまりそういったところを問わずですね、非常にこうどちらのレースも走るというところでリンク色が強いですから、はい、まあ、例えばですね、サンレイレーザー、まあ、今年も出てきてますけども、はい、これはですね、毎日王冠去年2着だったと思うんですけども、去年のエプソムカップでも3着ですよね。
あ、一昨年のエプソムカップ3着なんですよ。そうですね、クラレントが勝った年の3着馬ですね。はい、ですからエプソムカップを3着、その次の年に毎日王冠2着ですし、あとはジャスタウェイのですね、ジャスタウェイは毎日王冠2012年、2013年連続で2着だったと思うんですが、あ、そうです、はい、はい、この馬もエプソムカップ2013年で2着でしたし、まあ、このジャスタウェイをあのそのリピーターっていう風に位置づけるっていうのもどうかなとはちょっと思うんですけども、はい、はい、あとはダークシャドウですよね、まあ、この馬はあの東京の1008の最近の皆さんのイメージで典型的な例だと思うんですけれども、はい、この馬が毎日王冠で2011年1着、はい、でその年の秋、あ、その年、エプソムカップ同じく2011年で1着ですね。そうですね、はい、連勝してます。で、はい、昨年の毎日王冠2014年で3着に穴を開けたというのは皆さんの印象、あ、エプソムカップですね、昨年のエプソムカップ8番人気で3着ということで、まあ、久々に東京1008でまたあの一転したということで、皆さん印象に残ってると思うんですよ。そうですね、はい、そういったことからですね、この毎日王冠とエプソムカップ、この東京1008のリンクというのはですね、ポイントの一つになると思います。まあ、今年で言えば、サンレイレーザーとディサイファーですね、昨年の勝ち馬。そうですね、はい、まあ、こういったところからですね、この2頭にも注目していかなければいけないと思いますね。なるほど。はい、こうやって見ていったときに、やっぱ今年残念ながらですね、人気馬が優勢になるようなデータが、あー、データといいますか、状況が、あ、状況になってきているのかなというところがありますので、できるだけ点数の方を絞ってお届けしたいなと思ってるんですが、はい、はい、まあ、あとは、まあ、近年の傾向、ここ最近話してきていますけれども、内枠有利という傾向は東京の1008でも非常に強く出ますから、はい、はい、この東京1008に関しては残り2周ということに限らず、馬場というところに限らずですね、はい、基本的に内枠有利な傾向になることが多いですから。そうですね、まあ、頭数がどれぐらいになるかということもあるんですけれども、やはり枠順を見てですね、この後また詳細の情報を皆さんの方にお伝えできればと思います。はい、ではこの後ですね、また出走馬や枠順が確定しましたら後編へと続きます。ではその前にですね、恒例の皆さん注目しています一周馬一目馬ですね、先週も危険馬でミッキャイル見事に的中ということだったんですが、今週はどちらになりますか？はい、まあ、今週はですね、注目馬ということでこの馬を挙げたいんですけど、まあ、今あの話してきたような馬の中に実は該当する馬なんですけれども、まあ、やはりローテーションもそうですし、まあ、調教過程もそうですし、またこの最近の馬場ということを踏まえた時にも、この馬は崩れようがないのかなということで見ていましたので、この馬を一周前注目馬として提供しますので、ぜひブログの方から確認してもらえればと思います。はい、では皆さん注目の一周前注目馬ですが、現在ご覧いただいている YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。ブログに入っていただきますと確認いただけますので、ぜひご覧ください。そしてですね、この後出走馬や枠順が確定しますと後編へと続きます。後編の一頭一頭の詳細や本命馬や収支につきましては有料動画になります。有料動画をご希望の方は現在ご覧いただいている YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。ブログに入っていただきますと、先頭に有料重賞動画申し込みというところがありますので、こちらから入っていただくとレジマグさんを通して申し込みいただくことができます。日曜日の14時頃までにお申し込みいただくと、当日のバックナンバーから有料動画と本命馬や印を確認することができます。またブログを検索していただく場合は、今から申し上げるタイトルで検索してみてください。週末の馬券で生活する男の馬券塾、以上になります。それでは2015エクソムカップ全編を見ていただきました。それでは失礼いたします。